朝日スクープ、今朝はこちらです。はい、まもなく1月も終わろうとしていますが、2024年今年こそは何かを始めたいという方、ね、もう1ヶ月経っちゃってますけど、まあ、間に合いますよ、ね、間に合います、まだ今からでも間に合うと思います。習い事といっても趣味だけではなく、副業や新しいキャリアにつながる教室にも注目が集まっているそうなんです。大人の習い事、取材してきました。栄養のある食事作りを学びたいです。2024年の1月1日にちょっと風邪をひいたんですよ。これはおそらく体調管理に気をつける 1年にしなさいっていうメッセージだと思って。今年始めたい習い事、先陣で皆さんに聞いてみると、英語を習いたいですね。対応するってなった時にいつもジェスチャーしか使えないので、なんか習字とか習いたいです。おなんかボールペンとかで書いた時になんかちょっと字が下手だったりとかしたらなんか恥ずかしいなみたいな。ドローンの免許取りたいです。あ、じゃあキャリアアップのためにってこと。そうです。歌が好きなんで、教室に通って歌を披露してなんか何とか稼げたらなみたいなのは考えたりはしたことある。今年始めたい大人の習い事ランキングでは、料理や英語といった定番に加えて副業などを視野に入れた習い事が人気です。例えば SNS などの普及でニーズが高まるこちら、動画編集。こちらは仕事ができるレベルの編集スキルが土日の2日間で身につくという宣伝で受講者を増やしている教室なんです。どうしたらいいですか。あ、そうです、フォントを追加っていうところをクリックしていただきます。タブをクリックしてクリエイティブクラウドアプリが PC です。費用は2日間で15万円と決して安くはないのですが、受講者にお話を聞いてみると、例えばその友達とボードゲームやってるところとかを配信でやりつつ、なんか切り抜きとか回せたらなって漠然と考えてます、ね、もちろん安くはない費用でしただったんですけど、まあ、それもしっかりペイできるスキルを獲得できるんじゃないかなと。受講直後からスクールが抱えている仕事を受講者が請け負うことができて収入につながるケースも。最初はテロップ入れだけのとことかもあったりします。本当ハードルがすごい低いところもあります。編集者が本当に足りないんだなっていうのも、僕個人動画編集者としてもすごく強く思っているところで。そして女性が始めたい習い事でなんと3位にランクインしたのがこちらです。今テーブルの上にカードが並べられてますが、はい、今は何を教えられてたんですか。これが今年1年間の1ヶ月ごとの運勢というものが表されています。取材に訪れたのはタロットカードなどを使った占いを教える教室です。これを見るときに一番最初にやるのはまず真ん中を見ます。真ん中の13枚目を見て全体がどうなのかっていうのをつかむ。この人目隠しをしてで見えないとね、一瞬不安になりそうじゃないですか。だけど後ろのこのカード、後ろのね波はねすごく穏やかなんですよ。ということは見て見ぬふりをしていることで心の平安が訪れているという状態なんですよね。こちらでは受講者の7割8割が占いを仕事で生かすことを目的にレッスンを受けているとのこと。この日教室を訪れた内山さんもそのうちのお一人です。占い師とは結構小さい時から大好きだったので、大人になってちゃんとこうやってみたいなという感じで。そして教室ではビジネスとして成功するため SNS での集客のコツや占い師としての心構えも教えてくれます。言い方とか、やり方とか、こんなことに気をつけたらいいよっていうのを何かアドバイスされたりしますか。こう言いっぱなしはちょっと良くないと思うんですよ。言いっぱなし、言いっぱなし、あなたちょっと今年運勢悪いですね、終わりじゃね、はい、ちょっとあんまりなので、こういうふうなことをやればそれはまたこう良くなってくるっていうようなことのヒントっていうのも出すことができるんですね。新たな技術を身につけてキャリアチェンジを目指すなら、こんな教室も。ここでアナウンサ
が悶絶するのはいつも予約がいっぱいという本格足つぼ店。なんか変な汗出てきた。汗かくの、汗かく。痛みを与えたいっていうよりも深く押してつぼにちゃんと届くように押してそれを引き出すことが目的でやってます。実はこのお店の人気の裏にある確かな足つぼの技術をここで習うことができるのです。こちらの坂本さんです。造船業に携わっていましたがご自身のお店を開業するためにこうして足つぼの技術を習っているのです。もともと足つぼとか自分が行く方としてはよく行ってたんですけど休みとかがですね取りにくかったりとかもあったのでちょっと子供との時間が取れなかったりとかちょっと自分も自営を始めてみようかなっていうのでですね。教室は週に1回2時間4ヶ月間で一通りの技術と知識を学ぶことができるのです。この日は岡田アナウンサーの足で実習を行いました。これをこっち向けでこっちとこっちの力合わせるようにそうそうそうで上に行く時もずらしそうですそうですそうです。もう上手です、うん、とはいえまだまだ学習中の坂本さん正しく押せないツボもありました。ああ先生どうですか。あーかわいそう。基本ができてれば多分そこそこは押せるはずですね。位置とかがちょっとずれてるなと思ったけどやられてる側は全然わからないですね。でもしょうがないもんね。全然わからないです。そうだもんね。まあ、勉強中の身でいらっしゃるから ね、向上心が素晴らしいですよ ね、 ね、本当に皆さん。でももうすでに数ヶ月通っていて、ね、ほとんど教えることはないかなっていうぐらいまで成長してるって先生がおっしゃってました。再現もできる、はい、うわすごい、ね、でも家族のためにっていうことでしたからね。うそうですね。改めて今年挑戦したい大人の習い事、あの AI 機械学習なんかも新しい入ってるんです ね、 ですね。 AI について学びたい、それからやっぱりお金のこと、投資や節約について学びたい、ね、新ニーサとかいろいろありますからね。そうそう、占いが3位って意外でした。女性の習い事で、あ、それはもっと上だと思ったってことですか。いや入ってないと思った。入ってないと思いましたけれども、お教室があるってことを知らなかったです。占いを教えてくれるそういう教室があるっていうのを受けに行くものだけだと思ってたので、あの先生が合わせておっしゃってたのが、やっぱりビジネスっていう点で考えると、うん、そのただ習いましたで終わりじゃなくって、それこそ SNS やホームページでどういうふうに発信してみんなに情報をキャッチしてもらえるかっていう、そこの工夫もやっぱり大事なんですよっていうのはおっしゃってましたね。そしてこんな変わった習い事もあるみたいで、例えばお店でよく見ませんか、あの今日のメニューが違う、そういったチョークアート、それも習い事であるんですか、ね、もしかしたら絵が苦手な方でも学んだら上手になるかもしれない、ゆいちゃんなんかもっともっと上手になるかもしれない、今すぐできるでしょう。興味めっちゃありますね。慣れるすぐよりうまくなるかもしれない、うん、そして着物のリメイク、もともと持ってる着物をこれ、うん、自分で何か作れるようなミシンがあれば、はい、なるかもしれないですね。おばあちゃんお母さんの着物 ね、はい、そのままね、タンスの肥やしにしておくのもったいないっていうふうに考えてらっしゃる方も多いと思いますしね、うん、そしてクレーム対応スペシャリストは習いたい。僕アルバイトでクレーム対応とかしたことあるんですけど、大変でしょ、いつも打ち負かされて、うん、なんか 何を言っていいかやっぱりわからないことが多かったので、もしこういったものを通えてたら真摯な対応がもっとできてたのかなって思いますよね。私 このスペシャリストになると、うん、もういろんな企業が引く山田さんですよ ね、 ね、キャリアアップにつながるかもしれないですよね。だまだ間に合います。そうですね、どうしましょう。何かしましょうか。何かしましょうか。何かしましょうか。いやいや、それぞれいかがですか。何か願い事。いや、私ファイナンシャルプランナーの資格取りたいと思って、筐体買ったものの段ボール開けてないんで、はい、まずそこから、まず開けましょう。まず開けよう。1月中に開けましょう。1月中に開けましょう。はい、開けて教材持ってる。まだ間に合うんですよね。はい、まだ間に合うと思います。はい、まだまだ。頑張りましょう。